ビル・アイビーはイギリスのオートバイレーサー。イングランドのケント州、メイドストーン出身。1967年のロードレース世界選手権 125cc クラスチャンピオンである。アイビーのレースキャリアは1959年、地元にあったブランズハッチから始まった。グランプリへの初参戦は1965年、125cc と 250cc のレースにスポット参戦し、 それぞれ4位と3位という好成績を収めた。そして1966年、ヤマハのワークスチームから 125cc クラスにフル参戦を開始したアイビーは開幕戦のスペイン GP でいきなり初優勝を遂げ、この年はさらに3つの勝利を重ねるという好調ぶりであった。しかし、スイス人ライダーのルイージ・タベリはシーズン5勝を挙げるというアイビーの上を行く好調ぶりで、 アイビーはわずか6ポイント差でタイトルに届かずランキング2位となった。そして翌1967年、全12戦中8勝を挙げて完全に1 2 5 c c クラスを支配したアイビーは2位のフィルリードに16ポイントの差をつけてタイトルを獲得した。アイビーはこの年 250cc クラスでもフランスとベルギーで優勝している。 1968年の 125cc クラスと 250cc クラスは、アイビーとチームメイトのリードが完全にチャンピオンシップをコントロールしていた。ヤマハファクトリーは両クラスのタイトルをより確実なものと、するため、リードには 125cc クラスタイトルを、アイビーには 250cc クラスタイトルを取らせるよう戦略を立てていた。 ところがリードは 125cc クラスのタイトルを決めた。あと、ヤマハのチームオーダーを無視して 250cc クラスでも、アイビーと同ポイントで並んでしまう。結局チャンピオンは、レースの総合タイムによって決定するという判定が下され、その結果タイトルはリードのものとなった。この展開に憤慨したアイビーは、ロードレースから引退して、 翌年からは4輪の方ーミュラニに,に転向することを発表した。1969年、一度は2輪からの引退を発表したアイビーであったが、早々に、チェコスロバキアのメーカーであるヤワの誘いによって、今度は 350cc クラスのライダーとしてグランプリに戻ってきた。シーズンが始まるとアイビーは2レースで、ジャコもアゴスチーニに次ぐ2位に入るなど、相変わらずの速さを見せた。 ところが、第5戦東ドイツ GP の予選中、パドックに戻るためにヘルメットを脱いでタンクの上に置き、流して走っていたアイビーのマシンのエンジンが突然、焼き付きを起こしてしまう。マシンから投げ出されたアイビーは頭部に深刻なダメージを負い、病院で池を引き取った。アイビーの訃報を聞いたフィルリードは、前年のアイビーとの確執について、関係修復の機会が失われてしまったことを、 タイトルは取ったが友人を失ったと語った。ありがとうございます。